まずあの試合を終えての、まあ、率直な感想をお願いします。いやー、まあもらっちゃったなって感じですね、はい、悔しいです。そのもらってしまった最初のものを序盤でもらってしまったというのはなんですけども、まあ、自分ではこうどういう状態でこうもらったっていうのは、いやもらった瞬間はちょっと覚えてなくて、まあ、セコンドに聞いてああそうなんだって感じでしたけど、まあ一発だけを、まあ、本当に警戒してたつもりだったんですけど、こう戦いながら右だけ気をつけよう気をつけようって思った矢先にもらったんで、うわべっていう感じで、まあ、一瞬飛んだ感じでしたね。そのダメージは長引いたんですか？いや意外とダウンして、まあ、ダウンカウントされてちょっと動いたら戻った感じですね、はい。まあ、そこからまあ盛り返して、まあ、1人はドローをつけるぐらいだったんですけども、まあ、自分としては何が足りなかったかという、まあちょっとそうですね、相手が思った以上に逃げてきたんで、まあ追えばよかったなって思うんですけど、ちょっと追いづらくて、まあ、追えなかったですね。まあ、一応追ったつもりだったんですけど、まあ、結果的に追えれてないから攻撃を当てられなくて、まあそうですね、はい。こう一発やっぱりもらってからこうスタートするみたいな試合が続いているとは思うんですけども、その辺をこう自分ではこうどう改善していこうという。そうですね、まあもらってから、そうですね、まあ後がないって思って、まあ多分自分の中ではやり返しに行くっていう感覚なんですけど、まあ最初は頭を使って、まあ、どう行こうかなって一応自分なりには考えてるつもりなんですけどね、まあいつも逆境ファイターって言われちゃうんで、ちょっとあの、まあ、連敗という状況が続いてるんですけども、はい、自分の中では、まあ、その長いトンネルだと思うんですけど、こう光は見えていますか？そうですね、まあ、練習してる感覚ではなんで勝てないんだろうっていう、まあ、自分でも思うし、 だからこそまだ続けてるのかなっていうか、勝ちたいし、まあ、勝てると思って自信もあるんですけどね、まあ、なかなかそれが結果につながらないんで、マジで歯がゆいですけどね、はい。ここからはこうどうしていこうと自分で思ってますか？まあ、ちょっと50戦目で節目だったんで、いろいろ考えることもあるんですけど、まあ、今すぐどうこうっていうのはちょっと言えないし、まあ、ちょっとゆっくり考えます。